イヤモンドアライアンスベースボールチャンネル。皆さんこんばんは、今井亮太チャンネルです。今日はですね、チェリーゴルフ、稲川コースで、撮影させていただいてます。すごく景色が綺麗なゴルフなんで、皆さんもぜひお越しください。そして今日は今波さんです。はい、今波です。よろしくお願いします。波さん、はい、プロ野球界って、ゴルファー、ゴルフってか、ゴルファー、ゴルフ、みんな、飛ばすって言われるじゃないですか。言われる、コンペとか参加した時に、めちゃくちゃ飛ばすんでしょって、みんなから、こう、プレッシャーかけられるのね。やりやえねんな。で、皆さん、どんだけ野球選手飛ぶのって思ってらっしゃる方いるじゃないですか。確かにね。なので、今日は僕らが、実際僕らも、30飛んだかなとか、でもしっかり測んないじゃないですか。いや、測ったことないね。そう、だから、打って、距離しっかり測って。しかもね、野球ではあんまりね、あんまりというか、全然飛ばなかった方代表の僕らがね。そう。僕らどうですよ、もう、単打で行くやつなんですけど、どんだけポテンシャル高いのっていう、ところを皆さんにちょっと見せたいなと思って。そうだね、ちょっと楽しみな企画やね。そう、まずは、その中で、どんだけ飛ばすの。300は行ってほしいなと。行くんかな。でその中でただやっても面白くないんで、5球ずつ打って1球ずつ打って、プレーしましょう。 OK、 やりましょう。どっちが勝つかって、はい、まあ、そこはまあ男のプライドの勝負ですよ。やりましょう、はい、ということでドラゴン対決いきたいと思います。今波行ってみます。ボールはね、スネルの MTBX ってやつだよね。こんなんね、飛距離ってねめちゃくちゃ振ったらいいってもんじゃない。ミントリッド。いいこと言うね。どれだけミントリッドを上げれるか。スマッシュファクターみたいな。投げてる。いや、振ってるから、めっちゃ振ってるから。上がりすぎでしょ。これは広いぜ。ナミさん、上がりましょう。上がりましょう。今の天ぷらはひどいよ。天ぷら217ヤード。ド天ぷらです。じゃあ今でいただきます。ボールはプロ V1。 何線で飛んだと思う。272。もう。まあいいんじゃない。じゃあ1回攻めは今成さんの勝利。イエーイ。じゃあ今並み2発目いきます。ボールは同じくスネルの MTBX で、これもう1回言うでいい、リョータ。マンブリとかいらんねん、スマッシュファクターやから。何それ。スマブラみたいな。いかにスマッシュファクターを上げれるか、我々アマチュアは。おお、これ飛んでるね。あれ、意外飛んでない。269ヤード。じゃあ僕も日本語で言うとミートリック。スマッシュファクター。スマッシュファクターをしっかり上げることね。いきます。今成さん2打目です。まで負け。2回戦目今波さんの勝ち。1対1ですね。今波3打目いきます。ちなみに僕と今波さんのシャフト同じです。ペンタスの、ね、ボールはトラストのオーロラっていう。お、これ飛んでるわ。
どうやろう。いやーいかん、全然いってない。どうどう、何ヤード。267ヤード。なるほどね。え、あのナビさんあれ安定してたわ、270ぐらい。今のはランが、ね、逆にマイナス方向に戻ってる。ランとかないよ、キャリーだから。かーマウスボイス。今成さんが268超えれば勝ちですね。なるほどね。ぜえ3打目。ちょっと飛ばしていこうかな。あんまゴルフでこういうのやんないから。これは飛んでないわ。これだ。あ、戻ってきた戻ってきた戻ってきた。これももう測るまでもないですよ。いい選挙、いい選挙と思うよ。あ、いい俺だ。これはね、測るまでもない。キュータ259ヤード。上げた上がりすぎた。なかなか、なんか飛ばしに行こうと飛ばないもんだね。え、リョータ何つった。飛ばしに行こうと思っても飛ばないもんだね。飛ばしに行こうと思わへんかったら飛ばへんやろ。おお。これで今波さんが勝ったら、うん、今波さんの勝ち。池だ。いやー池だ。池越えたって。まあまあ、いや今池越えてるよ。これじゃ記録なしで大丈夫。記録なし。はい、いきまーす。超えてると思う。294。惜しい、勝ち。ラスト、ラスト。じゃあラスト5球目いきます。お願いします。これマジで力むよ。ハイフェードで止まっていくよ。これもいけた。278ヤード。ナイス。ラストいきまーす。あ、これ飛んでるわ。これラン出る。これ300いったよ。あ、もうランが出てる。305ヤード。いやー、ナミさんパワーナミさんこのさ世界ってさ、うん、なんだっけ、言い訳と自然、うん、結果でしょ。え、結局ね、まあ勝ち負けとどうのこうじゃなくて、300ヤードをやっぱ300ヤードを飛ばしたいっていうね、うん、まあそのね、結局飛んだね、亮太、うん、で意外とアゲンスだって結構上げてるから、結構上げ、これ姉さん結構ね風こう結構来るぐらい言い訳で305 あただ確率、うん、悪いね悪いね悪すぎる、ね、そこでやっぱ300円じゃないよね、うん、250でいいからまっすぐ飛んだどうしたいね、うん、そんな感じで僕と今波さんはこれからもゴルフを愛していきたいと思います。はい、はい、そんな感じで皆さん登録よろしくね。いいねもね、はい、よろしくお願いします。それではまた。